はい、どうも皆さん、こんにちは、ノアです。今回はですね、トレード品が、届いていたので、太鼓健人さんという方からですね、トレード品の開封をしていきたいと、思います。それでですね、中身の方だけ、開けさせてっていうか、まあ、出させていただきましたね。で、封筒なんですけど、これなんかすごい、ちょっとこだわってくれてますね。テープがちょっとね、一風変わった感じの、テープでしたね。で、中身がこんな感じですね。では、早速開封していきたいと思います。お、厳重ですね。で、まず手紙が、ついていましたので読ませていただきたいと思います。あ、すごい。ノア DBS 様へ、今回は初トレありがとうございました。いつも動画を、見させていただいているのでトレードできて、嬉しいです。しょぼいですがおまけをつけさせていただいたので、お受け取りください。太鼓健人様よりでした。いや嬉しいですね。こういう手紙でですね、いつも見てますとか言われるとすごい嬉しいですね。ですね、こちらの三神論がおそらくメインのカードですね。公式スリーブとローダーまで、つけてくださってますね。で、この三神論なんですけど、アビリティが、まあ、こちらですね。不意打ちという、まあ、先行を取っただけで、敵のガードとダメージ軽減効果を無効にして攻撃できるというアビリティを持った、三神論ですね。で、なんだっけな、フリージングアイっていうこの必殺技が確か強かったんでね、ネタデッキとかでね、使いたいなと、思いました。それでこちらが、おまけの方ですかね。今なんですけど、その不意打ちっていうアビリティが、現、環境でですね、まあ、すごい、強くなってきてるんですね。まあ、ターブルとか、主にで言うとターブルなんですけど、あれを使うとですね、その不意打ちを、持っているだけで、まあ、かなり強化されてしまうので、あとは必殺技次第ではね、すごいダメージがね、全然違うんですよね。なんで、ね、ちょっと、不意打ち今ちょっとね、集めてます。で、おまけの方が、お、この悟空かっこいいですね。これは何のカードだったかな、ミラバトかな多分。で、こちらがゴッドミッション6段の、カードからですかね。ちょっとここら辺に置いておきます。レアの孫悟空で、バーダックゼノじゃない方ですね。バーダックですね。このバーダックか、あれか、底力の方ですね。で、ミスターサタンですね。これは仲間へ託す思いと、超ダメージ回避ユニットですね。そして、気まぐれの破壊衝動を持ったキャンペーンのビルスですね。で、このビルスとかもね、そうなんですけど、やっぱり現環境で、まあ、壁越えしやすいんでね、すごいこのアビリティとかも使いやすくなりましたよね。腹痛を使わなくても、今の時代はターブルがいるんでね、壁越えできて、まあ、簡単にできちゃうんですよね。で、孫悟飯の青年期キャンペーンですね。このアビリティは結構優秀ですよね。まあ、チャージインパクト上手い人向けには作られているんですけど、まあ、適当な敵とかね、戦ってる時でも全然使えますよね。で、ベジータのゴッドミッション4段キャンペーンですね。お、そして、ビルスの同じく4段キャンペーンからの、トランクスゼノですね。これは、あれですよね。ダメージ制限の方ですよね。マジっすか、おまけですよね。なんか最近なんですけど、まあ、トレードをですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、低レートカード同士の、まあ、まあ、低レートかな、中レートぐらいかな、まあ、トレードをするときとかなんですけど、やたらとですね、まあ、いいことなんですけど、UR が、つくようになってしまったというか、なりましたね。まあ、嬉しいですね。はい。非常に嬉しいんですけど、ちょっと、ですね。まあ、申し訳ないんですけど、おまけの方を、こちらからのですね、お返しの方を考えると、ちょっと、個人的にはあまりつけてほしくは、まあ、ないというか、すごい贅沢な言い方になってしまうんですけど、まあ、あまりですね、トレードとかのおまけで、こういう、高価なカードを、ですね、まあ、もらうと、まあ、大変申し訳ないですし、まあ、おまけの方もですね、お返しの方も、考えなければならないので、あまり、まあ、ここまでにしておきます。はい。トランクスゼノのゴッドミッション4段 UR ですね。不屈の戦いの、ユニットを持っているカードをですね、
で、ユニットメンバーで先ほどのビルス通常の、まあ、こちらのカードがいるので、こちらと非常に相性が、まあ、いいというか、自分もこれ使いましたね。このコンボはすごい、個人的になんですけど、ものすごく強かったですね。トランクスゼノで、まずこちらの不屈の戦いユニットで自分チーム全員のパワーを、まあ、エナジー数 ×3000 ポイント、まあ、アップさせるというものなんですけど、まあ、こちらで、スーパーシグマとかね、まあ、使ってエナジーを、まあ、1ラウンド目から稼いで、まあ、ノルマ5個ですかね。で、5個、ある状態だと、まあ、5、3、15で1万5000。自分チーム全員のパワーがアップするので、全員壁越しするといった感じですね。そしてこのビルスのアビリティが、パワーが高ければ高いほど与えるダメージが固定値アップする。で、この固定値っていうのが、固定ダメージっていう、その、ガードとかダメージ軽減効果に左右されないで、まあ、直接、その、敵のライフポイントにダメージを与えられるっていうものなんですけど、まあ、そちらがすごい、こういうカードと組み合わせると、効果がですね、まあ、発揮できるといった感じですかね。で、地球最強の力っていうおまけ付きですね。で、エナジー消滅ユニット。両チームのエナジーをゼロにする。あ、これちょっと面白いですね。はい。で、破壊神の怒りという必殺技も、なかなか強力ですね。あ、てか思ったんですけど、もしかして、こういうことですかね。多分なんですけど、これで3ラウンド目でユニットを使って、みたいな感じですかね。この悟空スーパーサイズになれるんでね。で、トランクスゼロのメンバーが、SS1 の悟空と、破壊神ビルス、なんでね、これでジブデッキが作れますね。で、すいません。仲間に託す思いのね、サタンとかもね、いるんで、気力回復とかできるんでね、なかなか、ここら辺だけでもね、いいデッキが作れそうですね。いや、すごい、ちょっと考えてくれてますね。で、最後が、クーラの、凍てつく殺気を持ったカードですね。で、このアビリティなんですけど、これはですね、なかなか、優秀なアビリティだと、思います。それではですね、今回は、こんな感じですね。太鼓ケントスさんという方から、トレード品の方が、届きました。それでは、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。